これパクチー、コリアンダーですね。この花が咲く前になるとこう切れ込みが深くなります。ほとんどの野菜で結構こういう感じなんですよね。花が咲く前になると切れ込みが深くなるというか、葉っぱが小さくなる。でこの横はわっさりわっさりと、これね、黒いでしょう。全部アブラムシがついてるカラスのエンドウです。本当ね、カラスのエンドウ大好きですね。これでね、テントウムシさんたちがね定住してくれてると思うんでね、この餌を求めて。こんだけ増えても野菜に来ないからな、ありがたいことですわ。まあちょっと空豆にはつき始めとったけど、まあ、気になるのはね、こうやってカラスのエンドウ生やして群がったところでつまんでね、こう刈り倒してこう地面に落としてしまえばね、そこでアブラムシさんも死んじゃうと思うんでね、気になるのは取ればいいと思います。でこうやってアブラムシが繁殖してくれることで、ね、畑の肥料分が供給されるって考えたらね、いいと思います。こうやって生き物がねたくさん住まわってくれることで、肥料をあげずに土がどんどん豊かになっていくんでね、彼らもそういう意味では役割がしっかりあると思います。草から栄養分をもらって、その栄養で自分の体を作って、その体がまた他のものに食べられること、それで循環していて、いろんな生き物が住まうことで、生物が集まってくる。で生き物が集まってくると土がどんどん豊かになっていくんでね、循環のサイクルがねしっかり回ってればね、肥料も何もあげることなく、しっかりと土が良くなって、野菜も順調に育ってくれるはずなんですよ。よし、もう作業入ろう。あ、わさび菜がめっちゃ花咲きそう。花咲いてるね。いいね、いいね。ちょっと菜花でも遅いですね、わさび菜系は。花が咲くのが。やっぱ葉っぱの形が全然違って、花の形もちょっと違うとね、混ざりにくいみたいですね。この辺は交雑せずに結構残ってます。よし。じゃあちょっとやっていきましょうかね。ここの小屋の前のところをね、家庭菜園のお手本企画として作っていくので、その、南側ですね、この2本を、苗とかを作る。あるいはあっち側1本はね、ハーブ園用にしようか、ハーブ専用区画にしようかな。まあ一番中央通路の横をハーブ園にしようかと、いろいろ考えてるんですけど、あっち側にしようかな。なんでこの2本は、苗とかを育てるところとして使っていこうかなと思います。場所によりね、使い分けをしていた方がね、私もやりやすいんでね。まあ今日は手始めにこの辺ですね、この辺を、これちょっと邪魔だけど、この辺を、細ネギですね、これを植え替えるための場所として整備していきます。まあ、この、草刈り鎌ですね。草刈り鎌じゃない、これいつ、ノコギリ鎌でやっていこうかなと思います。別に草引き鎌でいいんですけど、あ、ここね、ニラが生えてるんだ。こいつちょっと移植しよう。ニラ掘り出しますか。植えとくとね、ニラどんどん増えてくるんでね、株分けして、植え替えていってもいいと思います。はい。このニラもね、あっちの辺りに生えたやつ、僕は去年の夏とか春とかにもう移し替えておいたやつなんですけど、それが根付いて生えてきてくれたんで、ニラとかネギってこれぐらいまで大きくなるとね、分裂させて増やすのが簡単になるんですね。よいしょ。掘り出して、ブロック状に取り出して、このブロックを崩してください、こうやって。なので、土が濡れてるときはこれできないんでね、ある程度乾いてるときにやってください。よいしょ。根っこがすごいね。植え替えるときはね、植え替え切っちゃってもいいかもしれないですね。上の方がね、葉っぱがあると、水分の蒸発を頻繁に行うんですよ。でも根っこが切れちゃってるんで、それまでと同じだけの水分をこう吸い上げることができないわけですから、一回切ってもいいかな。多少乱暴に扱ってもね、強いんでね、大丈夫です。これニラの塊。ある程度土は落としていくけど。これ今カラスのエンドウが一緒に生えてるんだけど、こういうニラとかニンニクとかって根っこから抗菌性的な成分出すので、マメ科とは一緒に植えない方がいいぞって言われるんですけど、これね、見えるこの根粒菌、この粒々いっぱいあるでしょ。これ粒々いっぱい映ってるでしょ。これ根粒菌です。でピンク色してるのはね、結構窒素固定を盛んに行ってるらしいんで、だからこれぐらい近接してニラとかネギとかに近接してても、菌が活発に活動できるんで、あんまり影響ないんじゃないかっていうふうに思えてきますね。結構コンパニオンプランツ、共栄作物の考え方だと、ニンニクとかネギとかニラとか、匂いが強いものは根っこからそういう、菌を抑制する物質なんかを出すんで、病気予防とかになるよっていうことで、キュウリとかトマトとか夏野菜と一緒に植えたりするんですけど、効いてないよね。そう、だからマメ科と一緒にネギとかニラとか植えちゃいけない、植えない方がいいよとか、あとは根菜類ですね、人参とか大根とかも一緒の近くにいると、その根っこから出す物質で、遮光になったりとか、生育が良くなくなったりするんで、一緒に植えるのは避けた方がいいよって言われるんですけど、こういう実例を見ると、まあ、雑草だから強いのかもしれないけれど、うん、なんかそういう定説ってどうなんだろうっていう気にもなってきますよね。うん、まあ、多分この部分的に見るとね、正しいと言えることでも、他のものと複合すると、状況とか結果が変わってきたりするんで、そういうことがね、いろいろ自然農法やってると分かってきます。と、まあ、ちょっといろいろ喋ったけど、とりあえず植え替える。重たい。これぐらい土が取れると分かりやすいですね。これね、ニラの苗。で、こういうニラとかネギがね、張った後の土ですごくね、いい感じの土になるんですよ。柔らかくなる、こう、いい団粒が作られるっていうのかな。塊だとこうやって団粒でもなんでもないんですけど、なんかね、うん、いいんですよ。土のほぐれがいいというかね。だから土がいまいちね、なんだろうな、硬かったりとか、なんか団粒がいまいちできてないなとかいう風な雰囲気を見受けられるんだったら、ネギとかニラとか植えてあげてもいいかもしれない。土の菌のバランスが整うのかもね。増えたな。これ最初1本2本植えただけなんですよ。でもこうやって増えてくれるんでね、どんどん増殖できるよと。はい、ということで採取完了。これどっか植え替えとこう。トマトの形ね、もつ個体さん、こうやって葉っぱがちょっと丸くなっちゃってるけどね、大丈夫そう大丈夫そう。よしよし、このトマトのね、脇にでも植え替えてあげようかな。さっきのニラ、コンパニオンプランツ的にはね、一応いい組み合わせだとは思うので、こいつなんかちょっと葉っぱが枯れてきてるのはやっぱかけてあげた方がいいかな。で、これなんか多分ね、ぼかし肥料追加されなかったやつじゃないかな。ぼかし肥料追加されたやつは結構まだ茎が太くて、ね、しっかり頑張ってるんですけど、でアンドもかけてあげた方がいくらか元気なように見えます。やっぱ寒い、まだ寒いだろうね。じゃあこの辺のね、草っていうか、もう水菜ですけど、これ生えてるのね、水菜とか草を刈り取って、そこにさっき採取したニラを植え替えていこうと思います。風よけになってくれればいいかなぐらいに思って、ね、残しましたけど、こうやって取って、あんどんはまだそのままにしておくんで、このあんどんの隙間にでも植えていこうかな。まあ、ニラはね、多少日陰になってもトマトぐらいの日陰だったら風も通るしね、良いと思います。ただ雑草に覆われちゃって、高温多湿で風通しが悪くなると、カビが生えたりするんですよ。ネギとかニラとかそういう細っぽい系はね。それ以外は多少は大丈夫なんで、風通しさえ良くなればね。どうせトマトが茂ってくると下の方の雑草ちょっと生えにくくなってくるから、ね、ちょうどいいかもしれない。これは大きすぎる。でバリバリ球根みたいになっとるね、この増えてるやつ。これニラですよ。で掘った土で埋める。はい、終わり。こんな感じで植えていくよ。これで今日雨降ってくれば完璧ですね。はい、植え替え完了です。1234567箇所順次こうやってね、受かっていこうかな。そうだ、数年前ね、実験したことあったら、ナスの両脇に、ニラを植えてあげたら、二重や干しテントとかね、虫に食われにくくなるんじゃないかっていうのをやったことがありました。結果はね、そんなに変わんなかった気がするけどね、なんとなく気休め程度の効果あった気がするんで、まあ、ニラが増えたらまたナスとかにね、やってみようと思います。ナスは結構葉っぱ食われやすかったりするんですよ。これ今ね、植木鉢からね、畑に植え替えようと思って、出したら面白いことになってますよ、これ。土の中のね、構造が面白い。これ、ナメクジとか住んでるんですけど、ね、ダンゴムシとかね、いろんなものが住んでね、こんな土の中の構造ができてます。へー。面白いな。こういう風になってれば、水も、地上に降った雨がね、スーッと土に通していくでしょうね。で、こういう隙間とかに、植物の根っこもね、どんどん入っていけるんですよ。で、これね、何かっていうと、これタイムです。これ。これタイムが生えとる。ハーブのね、トマト料理とかに入れるといいやつ。で、これはね、ディルですね。よかったよかった。タイムが生えてきてるよ。これでね、多年草だと思うんでね、こうやって茂ってくれればね、いいと思います。ここをハーブ区画にしていくんでね、いいぞいいぞ。レガノもできたしね、よかったよ。もう、ハーブ何でも挑戦してもね、僕毎年うまくいかないんですよ。まず面を出すことが難しいし、で、芽が出てもその後ね、雑草に負けちゃうんで、うまく育たない。で、時々雑草の合間にね、こういうたくましく育ったやつを、去年保護しておいたんですよ。そうしたらね、ハウスの中でね、冬を越したらね、しっかりとね、根を広げて、じわじわっと増えてくれました。よかったぜ。これでね、夏場のトマトソース作りにもね、いいハーブが手に入ることになるでしょう。ということで植え替えていきます。まあ、穴掘ってね、植えるだけです。まあ、植木鉢とかに植わってたやつをね、植え替えるときは、その植木鉢の大きさよりも気持ち大きめで穴を掘って固まっていったわけだよね、そして、で、ここに水をまいてもいいんだけど、まあ湿気ってるからいいかな。で、多少下をこう軽くほぐしてあげるかな、僕は。で、これ、この形にね、根がね、しっかりと固まってるんで、このまま置こうと思います。これ面白いね。これ、ディルの根っこですよ、これ。ね。向きは。よしよし、オレガノさんじゃない、これタイムさん広がってくださいね。で、植えたら上から優しく水をね、しっかりとあげればいいんじゃないかなと思います。茂ってくれて増えたらくれたらいいですね。よしよし。ちなみにここにね、これはスープセルリーかなとかも植わってるんですけどね、結構ね、一年草かなと思われるやつもね、年越して生えてきたりしますね。で、しっかりと周りの土をなじませてあげるために押し付ける。手で押すぐらいだったらね、そんなガチガチには固まらないんでね、撫でて押してあげる。で、上の方にちょっと被覆剤として草の刈り草なんかがあればね、ちょっと置いといてあげればいいんじゃないかなと思います。よし、あと水やりしたよ。よし、 OK。 これで OK です。これできつつあるのがね、ハーブガーデンですね。これさっき見つけた、さっき植え替えたタイムに、オレガノが真ん中ですね。で、ここにね、これも端っこに生えたんですけど、こいつ、これジャーマンカモミールだと思います。うん。で、これがスープセルリーだからね。で、バジルとかいろいろ植えていこうかな。ディルなんかも生えてるしね。いいぞいいぞ。ハーブガーデン。で、真ん中、向こうにはね、今、芽キャベツっていうか、これは多分、交雑してる、いわゆる芽キャッコリーですね、うちの。まあもう今年は種取りしないかな。これブロッコリー、パープルスプラウディングとかからできたと思うんですけど、多分ね、ちょっと混ざってるんで、元のパープルスプラウディングほどいっぱい脇芽が出てこないんですけど、こういう紫色のスティックブロッコリーみたいな、茎ブロッコリーみたいなのがいっぱい出ます。これがパープルスプラウディングの特徴。ただこれは多分雑種です。ね、アベラナ科のやつは種取り難しいですよ。そう。で、このパープルスプラウディングはね、ちょっとね、一般的なブロッコリーよりもちょっと、花期というか、つぼみが出るのは遅いです。ゆっくりめ。で、たくさんね、一株から、まあ、一株が多くなるんですけれど、これ、多分、交雑してちっちゃくなってるからね、本当はもっとでっかくなって、この紫色のね、茎ブロッコリーがいっぱい出ます。なのでね、ちょっと、おすすめの品種はあるんですけどね、あんまり種が流通してない。